はい、基本一人です。いつもありがとうございます。11月もね、末になって、だいぶ寒くなってきましたね。12月になって、お正月も来るんでね、しげちゃん今日は、床屋にまず行ってもらいます。そしてですね、その後は、2週間に1回の、母親と3人で、お昼ご飯をね、食べる日ですね。今日はね、お寿司をね、床屋に行った後に、買ってですね、帰って、3人で食べる感じになりますね。母親もしげちゃんもね、もうお寿司は大好きなんで、今日は、美味しく食べれると思います。ということで、行ってきます。はい、これから床屋へ行くわけですけど、どれぐらい伸びたかと言いますと、こんな感じですね。もみあげがこの辺まであって、はい、こっからね、どんな感じに変わるかっていう感じですね。ちょっと待っててね。はい、床屋終わりました。どうでしょうか。いい感じですね。はい、もみあげもね、耳毛も眉毛もね、整えてくれましたね。ね、いいですね。はい、こっち向いて。はい、いいです。前回のライブ配信ではね、スパチャたくさんいただきました。どうもありがとうございます。そのスパチャをね、使ってですね、今回はお寿司を、今から買います。しげちゃんお寿司買ったからちょっと落ち着きがなくなりましたね。はい、これだけ買いました。まずね、鶏のもも肉ですね。グラム77円安かったですね。卵、198円。そしてこちらですね。3人前の特上寿司、2480円ですね。こんな感じです。ちょっと転がっちゃったけどね。ネタがね。はい、あとサラダ巻きですね。サラダ巻き。で、いなりですね。しげちゃん大好きないなり寿司。お母さんもね、お寿司大好きで、家で待ってるんで、帰りたいと思います。はい。うん、お寿司も買ってきました。うん、今から持ってくるけどね、さっぱりしたら、髪型、さっぱりしたね。ひげも綺麗に剃ってもらってね、耳毛から眉毛から整えてもらったで、綺麗になった。綺麗になった。はい、新しいね、長袖。おうね、いいねこれ、ね、いいよ、なんかもう着てるだね。じゃあこれ脱ぎな、一番上の脱がなくていいだ。暑い、ね、暑い、暑い。じゃあちょっとお寿司も持ってくるし、ちょっとまだお昼まで早いで、お茶でも飲むか。はいはい、はい、行ってきました。いつものね、やつがちょっと値段が上がってね、容器が丸から四角に変わった。ああ、そうか。お茶飲みな、しげちゃん。
しげちゃんお茶どころじゃないっていうような感じになっちゃったの、うん、ねえ。これもしげちゃん好きだね、サラダ太巻きってやつ、うん、で、はい、うん、初めて買ったじゃないこれ。そうだね。ね。うん。うん、早い早い。早い早い。醤油欲しいだらしいね。やっぱりいなりん好きだね。うん、いなりん好きだね、やっぱり。お母さんもじゃあいただきます。ゆっくり食べてね。ゆっくりゆっくり。いなりじゃなくてこれ食べろ。ゆっくり食べますか、しげちゃん。もうちょいゆっくり。おい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 、いなりばっかり。この寿司どこで買ってきたの？ビッグ富士、こっち食べてみな。いなり、いなりばっかりだね、しげちゃん、最初。他のやつもしげちゃん食べて。ね。他のもね。ね。これ美味しいと思うとそればっか食べちゃうでしょ。あれ。サラダ巻きっていうの美味しいだかね。そうは。これ、ね、食べんな。卵が欲しいだしげちゃん、うん、これも卵食べるかな。これ食べて、この辺置いてやっても食べへんな。これわさびないだね。あ、わさび出す、ね、わさびっていうか、これつけるわさびをつけとこう。ここについてる。ついてない。わさびはついてないぞ、それ。うん。最初から。最初からついてなかった。うん。サラダ巻きっていうのは、一個も食べてないじゃない？
だし、これ一つもらおう。うん、これとこれね。じゃあ俺もこれもらう。あとどうせしげちゃん食べちゃうけど、この辺。うん。おいおいおい一口いなり寿司、いなり寿司好きだな。全部口の中入れちゃう、いっぺんに。うーん、これいっぺんに、あれもう次のやつ、ちょっと待った、ちょっと待った、早すぎるよ。マグロしげちゃん、お母さんマグロ食べてないけどいい？いいよ。これ食べて。ああ、なんか、うん、だしな。大丈夫？うん、それしなじゃ。しげちゃんこれ欲しいだよ。うん、こういうとこね、うん、ね、これ食べて、これこれは何、これ食べて、これはこれこれいくらは食べないの、しげ知らん、こぼしちゃっただ、いくら、うん、なんかイカが好きだね、しげちゃん、うん、これ食べる、うん、食べて、お腹膨れた、もうお腹膨れちゃった、うん、しげちゃん、なり寿司いい加減たくさん食べたし、巻いたやつも食べたで、うん、もういいら、っていうかもうないで、そんなに、うん、じゃあ全然飲まないね。じゃあね、エビの尻尾を取ってやらんといかんな、俺、うん、で、醤油ね、これも尻尾取って、じゃあお母さんに、ね、しげちゃんのやつ、これ私もらおう、うん、これ食べな、結構尻尾きついね、ほんと、うん、あ、いい色出す、はいはいはい、あとこれお母さん、電気消すか、うん、カメラの関係です、うん、これ、まあ、これいい、これ食べて、うん、これ食べてないのお母さん、うん、もう俺はいいで、
はい、なくなっちゃいました。うん、結構たくさん食べたような食べてないような落ち着きんない。しげちゃんがバン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 食べるもんで、うん、こっちまでね、うん、お腹膨れちゃったもん。なんかなくなっちゃう感じがしてね、焦っちゃうんだよ。お茶飲まないね、しげちゃん。そのご飯しげちゃんにくれてやるといいかもしれん。ご飯、あっという間に終わっちゃったね、おい。うん、俺ちょっとまだ足りないぐらい。そうだな。お母さん大丈夫？もうお腹いっぱい？僕も私もお腹いっぱいだよ。うん、なんかしげちゃんはお腹いっぱいだと思うで。いいね。うん。俺もいいよ。醤油なんかそんな舐めなくていいなのに。ねえ。飢えた子供みたいに見えちゃうで。ねえ。物足りんだかね、しげちゃん。お皿なのみたいな。おいしかった？おいしかった。うん。床屋にも行って髪の毛も爽やかになったで。ちょうどいいあれだ。よかった。ちょうどいい。うん。はい。なんかちょっと早かったね、今日食べ終わるのが。早かったね。あっという間だったね。十分だと思うよ、これとこれと。うん、ね。うん。しげちゃんだって、もう、中身がいっぱいだな。ちょっとここにいな。あれ、お腹があんな大きいね。お腹大きいかね。あ、うん、本当だね。ね、うん。たくさん入った。うん